孫宝は、新末民発の政治家、外交官。新末の外交官で、民国時代には、北京政府で外交総長や国務院総理を務めた。字は母官。父の孫医教は、真の戸部次郎で、高所廷の教師も務めたことがある。孫法は、1901年から、ドイツ、日本、ポルトガル、フランスなどの大使館の随員を務める。 1902年7月、鉄海報告大臣に昇進した。高所31年に帰国し、初順天府院に任命される。1907年4月、鉄海特国大臣に任命された。1908年に帰国し、方便、通羅鉄路大臣に任命される。1911年には、三島巡部に転じた。この間、三島省における、 ドイツの鉱山利権取得の動きを成長するなどしている。1913年9月、北京政府の熊丸同志内閣で外交総長に任命された。翌年2月12日には代理国務総理を兼任した。1915年1月には新経営委員長に、1916年4月には段紀隋内閣で財務総長、税務正し弁を兼任に、 それぞれ任じられた。1920年春、経済調査局総裁に任命された。1922年1月、洋子高水道討論委員会会長を、同年4月、外交部太平洋会議前後委員会副会長を、それぞれ務める。1924年1月12日から7月2日まで、国務総理に再任された。1925年2月、証拠商府。 ただし弁を務めた。同年8月、中蘇大使に任命されたが、就任しなかった。1926年、中法大学当次長を務める。1931年2月3日、上海で死去。去年65、ありがとうございます。